郡山ユラックスアタミは、福島県郡山市の番台アタミ温泉にある、総合コンベンション施設である。1989年10月にオープン。3000人収容で、スポーツにも使用できる、多目的ホールをはじめ会議室、温泉入浴施設、屋内温水プールを備えたコンベンション施設であり、学会や会議、イベントなど幅広く利用されている。2013年10月6日、 入館者数が1000万人を突破した。2014年2月には、例年日本武道館で開催されている、全国銀剣士、毎堂大会を東日本大震災復興支援の一環として、当地で開催された。郡山市観光交流振興公社が管理、運営していたが、2014年4月より、ゼビオ株式会社が指定管理運営することとなった。 入館者が1000万人突破軍産のユラックス熱たみ福。福島民有新聞。http コロンスラッシュスラッシュ www.47news.jp スラッシュ l o c a l n e w s スラッシュ福島スラッシュ2013スラッシュ1 a スラッシュポストに受長910億711万 1600?html2015 年4月6日閲覧。お知らせ。 郡山ユラックスアタミ HP2015 年4月4日閲覧ありがとうございます。